ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの吉木社長です。富崎です。はい、最近はどうでしょうか。おお、何YouTube 初めてみたいな無理やりのねフリートークのつなぎ方みたいな、はい、いやけどどうですか。いやだから今日も別にね、クリスマスですから。はいクリスマスなんかねもう、はいはい、いやイブ終わってもうなんかクリスマス終わって、うん、まあまあ普通に今まで通りのラジオイレブンの収録みたいな空気出して話し始めてますけど、はいはい、いやクリスマスですから、はい、ちょっとイブもねクリスマスもね撮ってばっかりでね、はい、いやストイックすぎるて。何してんねんほんま、休もうぜ、はい、こんな日本とスペインでズームつなげて何してんねん、まあ、ね、はい、やっぱりサッカー系 YouTuber のねもうなんていうヒカキンみたいな、はい、位置にあたるねミルアカさんなんかもやっぱり、ね、見てるとずっと仕事してるじゃないですか。まあそうですね、すごいですね、うん、ほんまに尊敬する存在です、はい、だからねやっぱりこういう道の人らはね、はい、もうやっていくしかないんですよ、うん、クリスマスだろうが関係ない。なるほど、まあ同じ努力じゃ勝てないですからね、はい、そういうところには 勝てない勝とうとなんかは別に思ってないですけど、はい、はい、肩を並べれないですから。そうですよ、だからねもう、はい、もう今移籍は一番熱いですから、もう、はい、その動画撮った次の日にはもうまた状況が変わったりするんで、はい、ね、もう撮ってどんどん出していこうと思うんで、はい、今日もやっていきたいんですけど、はい、はい、今日はねエスパルスからガンバに、移籍の噂が出ている石毛選手と、はい、はい、徳島から、エスパルスに、完全移籍でもうね、リリースが出た岸本選手の2選手について、はい、まあね、僕らの、ね、思いだったりとかあとは、はいはい、ね、この2選手どういう選手なのかっていう話をしていこうかなと思うんで、はい、はい、ぜひ、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、やっていきましょう。はい、お願いします。聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。 Radio 11。はい、ということで、まずは、ね、石毛選手から話していきましょうか。はい、ね、再三石毛選手については動画で喋ってきましたけど、はいはい、ね、レンタルバックするのかしないのかするのかしないのかって言ってたらガンバ乳首ドリルみたいな言い方し、す、うん、んのかいせんのかいみたいなね、はい、してたら、はい、ガンバ、いやびっくりですね、はいはいはい、これは、うん、いやそうですね、うん、なんかこう、まあね、エスパルスからするとやっぱ岡山で結構活躍をしてて、うん、ね、戻したいけどやっぱり人数が多いしどうしようみたいな、はいはい、来季の戦力考えた時に石毛選手入れるのかもしくはレンタルでもう一年やるのかみたいなっていう、ね、はい、議論だったと思うんですけど、うん、なんかこういきなりガンバにガンバって言われるとあれガンバに行くぐらいの選手なのみたいなっていうところでちょっと欲しくなりますよね確かに、だから今スカッと入れるか入れないかみたいなね、うん、ボーダーラインみたいな選手が急に、そうそうそう、頑張ってなるとちょっとね、はい、そうそう、なんか女の子に告白されて、まあ、この子と付き合おうかな、はい、どうしようかなみたいな感じで考えてたら別のクソイケメンがなんかこうその女の子に告白してきたみたいな。なるほど、はい、いやちょっとそういうね、はい、あの印象はありますけど、いやクソイケメンやらしてもろてます。まあとは言いつつね、ガンバはね、ガンバね結構振られてるんですけど結構告白いっぱいしてる気するんですけどね、うん、一番イケメンのねセンターバックの選手に振られてますから ね, ね、なんか性格が悪いんですかね、内面が悪くないですか可愛いけど可愛いけど内面がね、なんでやねん、ガンバ、はい、まあ確かにね、はい、まあ、振られてますから ね、はい、うん、ってなると石毛選手
うわー欲しいなとかなるし、そもそもねユースの選手で上がってきて、はい、もうユース史上一番期待されて入ってきた選手だと思うんで、うんうんうん、もうエスパルサポーターはねすっごい石井選手には期待して期待してっていうのだったんですけど、やっぱ怪我とかが多くて、はいはい、うん、で去年も、もう満を持してレンタルバック帰ってきて、で怪我のシーズンになっちゃったんですよね、また去年は、うん、はい、うん、っていうところでまた今年、岡山行って、活躍しましたけど、はい、まあ岡山行った瞬間にも怪我したんですよね実は。そうやった。それで1ヶ月ちょっともう戦々離脱して、あ、また怪我かみたいになってたんですけど、はいはい、復帰してからすごいフィットして、そうですね、うん、14試合6点かな入れて、はい、まあ、岡山そっから好調になりましたし、はい、もう10試合以上負けなしみたいな結果出してましたよね岡山は。そうですね、特に終盤は、うん、やっぱなんといってもね攻撃センスとかもあるし、はい、うん、フィジカルレベルもね高いんですよね。そうですね、うん、もう全部がレベル高いというか、ボール奪う技術もあるしキックの質も高いし、はいはい、うんうん、ただねやっぱ怪我が多くて活躍できなかった、うんうん、やっぱりねエスパルスで活躍してほしいっていう気持ちはあったんですけど、はい、うん、まあ、ここでねガンバっていう噂が出てて、まあ、どうやら結構移籍しそうな雰囲気はありますよね。いや一応ガンバがそのけど今ちょっとあのそういう広報とかの方々があのお休み中の期間らしくて、はい、はあ、そうなんだ、はい、なのでもしかしたらリリースは年明けになるんかなみたいな。ああ、なるほどね、はい、らしいんでまだ分からない部分はありますけど、けどかなり来る可能性は高い、まあ、一応ガンバの中では信憑性の高いメディアが報じてたっていうのもあって、うん、もうだガンバサポーターからすると逆にもう、おあの石毛が来るんやみたいな、はいはい、あのだガンバのサポーターそこまで石毛選手を深く知らないわけじゃないですか。まあそうですね、人によってはもう誰っていう人もいるでしょうね。そうですね、けどなんかその石毛選手もなんか若い頃から活躍してる分、うん、なんかもうめっちゃベテランの選手来るんちゃうんかみたいななるほどね、なんかそういう空気にもなってたりとかっていうぐらい、けど35円の選手みたいな、あ、だからほんまに多分そういうイメージの方もおられると思います、うんうんうん、っていうぐらいけど若いね、はい、27とかですよね。そうですよね、27ぐらいですけども、うん、だからそれぐらい若くから活躍してる選手がここでガンバにやってくるっていうのは、うん、またほんまに才能は間違いなくある選手なんで、うん、で、まあ、来季ガンバがどういう形でどういうシステムで戦っていくのかみたいなの分かんないですけど、うんうん、まあ、間違いなく、まあ、フィットするだろう。3バックならまあウィングバックなのかシャドウなんか分かんないですけど、うん、まあ、どっちでもできそうな選手なんで。そうですね、はい、そういったところすごいガンバサポーター的には楽しみにします。うん、確かね、あのクラモフスキー監督の時は、はい、石毛選手ウイングバック試されて、へえ、うん、まあ、要はクラモフスキーって、マリノスのね、ポステコグルー監督のコーチをやってた人なんで、はい、結構サイドバックが内側を取って偽サイドバックっていう形で、うん、やるタイプなんで、サイドバックに石毛選手を置いて、そこで、まあ、中盤に入ってってっていうようなやり方をしてたんですけど、まあ、そういう、なんて言うんでしょう、戦術理解度みたいなのも高くて、うん、うん、まあ、あとはね、アフシンゴトリ監督の時とか、2012年3年ぐらいの時は石毛選手サイドバックやってましたね。あ、サイドバックも結構できるんですね、うん、もうなんて言うんでしょう、あれは賢いからできてたみたいな、賢いのと、うん、技術があるから、なるほど、でフィジカルがあるからっていう感じでしたね。へ、はいはい、うん、でもうやっぱり攻撃センスがあって点決めれるんで、はい、彼はそうですね、うん、もうそれをね J2 でかなり示したと思うんですよ。うん、はい、まあ、それを認めてのガンバオファーだと思うんですけど、はい、うん、まあ、僕的には片野坂監督のサッカーだったらシャドウで使うんじゃないかなと。ああ、そうなんですね。うん、
ウィングバックっていうよりは、中でプレーしたい選手なんで、サイドバックでも、はいはい、もう外に張るっていうよりは内側なんで、そうですね、うん、まあ中央で、プレーしながら、まあ、裏抜けもできる選手ですし、はい、うん、結構、まあ、守備の強度も高いですし、そうですね、うん、結構ガンバとしては小野裕二選手の抜けた穴みたいなのは、はいはいはい、まあ、埋まるんじゃないかなとは思うけど、なんだろう、小野選手をやっぱ怪我が多くてね、退団っていう形になったんで、それ、はい、なんか石毛選手はまた怪我ってならないか心配ですけどね、僕は。まあそうですね、確かにそこはすごい心配なんですけど、ただガンバフィジカルコーチとか結構そのコーチ陣を一新したっていうのもあって、うんうんうん、まあ、なのでその辺は、まあ、まだ始まってみないと分かんないのかなっていうのと、あと小野瀬選手が、まあ、ここ最近、はい、一番ピークの時からちょっとなかなか得点が減ったりとか、ゴール前での活躍とかがちょっと減ってるんで、うんうん、まあ、そういったところで、まあまあ、ライバル的な存在として石井選手ってなるんじゃないかなっていうので、うんうん、まあ、頑張った時にほんまにすごいいい効果が生まれそうやなとは思うんですけど。なるほどね。どうなんですか、エスパルスサポーター的には石毛選手が出ていくっていうのはどういう、まあ、気持ちというか。いやー、やどうなんですか、なんでしょうね、レンタルにしてくれって感じですね。あー、まあそうですよね、うんうん、やっぱりなんかこう本当に活躍しないといけない選手だし、はいはい、こうもう長いことエスパルスにいて活躍できてなかったんで、そこまでね、うんうんうん、なんで環境を変えるっていうのは一つありだと思うんですよ。はい、うん、ただやっぱりね、エスパルスからガンバ行って成功した源太選手とかもいますし、はい、うん、まあ、そういうところで環境を変えて成功してくれればいいんですけど、やっぱ完全移籍だと寂しいですよね、エスパルスユースで、うんうん、かなりもうエスパルスユースのもう一番なんでしょう、もう最高傑作というか、はいはいはい、うん、もうここ最近で一番期待されてたのが石毛選手だと思うんで、うん、うん、それはちょっと寂しいですよね、完全移籍で頑張ってなると。いやー、そうですね、あ、けどそれこそ三浦源太選手が FC 東京がオファー出したみたいな報道が出てたじゃないですか、はい、うん、けどこのタイミングでちょうど石毛選手が岩盤に来るんじゃないかみたいな報道が出たタイミングで、うん、石毛選手と三浦選手がエスパルスで被ってたじゃないですか。そうですね、同期かな、はい、確か同期らしくて、うん、っていうのもあって、なんか源太選手出ていかないように石毛選手取るんじゃないかみたいなまあそんなわけないんですけどね仲良し作戦ね仲良し作戦で残そうとしてるんじゃないかみたいなサポーターでちょっと盛り上がってましたけど、はい、まあ確かにそれはね、源太、うん、選手もいてくれたらお互いいいでしょうねまあまあそうですね、はい、うん、なるほどなるほど、まあどうなるか分かんないですけど、はいはい、まあ、もし頑張ってもぜひ、頑張ってほしいですし、そうです、ね、うん、残ってくれたらいいなと思いますけど、はい、ちょっと注目していきましょう。はい、で、2人目ですね、岸本武選手がなんとエスパルスに加入と。いやー、はい、うん、今シーズン僕らもね、徳島結構見てて動画も取り上げたじゃないですか。結構見ましたね。結構見たよ、試合結構見てたし、はい、岸本選手なんかのプレーも結構見てたじゃないですか。もういや、そうですよ、ほんまに、うん、でいい選手だなっていうのはずっと言ってたしね。はい、うん、ただ補強ポイントで右サイドバックっていうのはね、考えてなかったんでいや、ほんまに何なんですか、このエスパルスの僕らの予想なんかそのいろんなポジションを予想補強ポイントに上げてて、そのちょうど穴、うん、僕らの上げてなかったちょうど上げてないところ神谷選手とかね、はい、岸本選手っていう、神谷選手、岸本選手、何なんですかこれは。うん、だからね、なんか誰か出ていかないかとまず心配になりますよね。いや、そうですよね、もともとだから選手層的には大丈夫かなって見えるとこに新しい選手取ってるんで、もともといる選手が抜けるんじゃないかなみたいな、ちょっと不安にはなりますよ。うん、だからね、例えば試合に出てない選手をこの切るとかね、っていうのならまだ分かるんですよ、はい、うんうんうん、うん、の選手たちをもうそこを少なくして、で、はい、
即戦力を入れるっていうのは分かるんですけど、はい、なんかその主力が抜けちゃわないかね、怖いんですよね。そうですね、だからほんまに今回でいうと岸本選手入って右サイドバックなんで、うん、まだそれこそ原輝樹選手とか、そうなんですよね、片山選手とか、そのあたりがもしかしたらみたいな風に考え、うんうんちゃうんで、やっぱこの補強を見ると、うん、そうですね、そう気になります。まあ、おそらくね、あのエウソンは対談な気がするんで、まあそこははい、うん、エウシーニョの代わりみたいなことでお願いしたいんですけど、それは、いやまあそれならまあ、ね、はい、うん、うんうんって感じですけど、でかでもそれ以上のね、うん、原輝樹岸本ってちょっと豪華すぎない？いや豪華すぎますよ、そのサイドバックどっち、しかもちょっとね、そのタイプ的にも違う2人じゃないですか、うん、だから原選手をねセンターバックとかボランチで使うこともできるし、はい、うん、まあ、岸本選手はサイドハーフもやりますし、はいはい、まあ、フォワードとは考えてないと思うんですけど、うん、うん、サイドの高い位置もし3バックやるよってなった時は原選手が3バックの右で岸本選手ウィングバックとかはもうしっくりくるんで、いやそうですね、うん、まあ、そういう使い分け方はできると思うんですけど、はいはい、どうなんですかね、岸本選手左サイドバックって考えはあるんですかね。いやけどやっぱ特徴としては結構右サイドで、まあ、ほんまにサイドの、うん、まあ、一番大外のレーンでも一人でも何でもやっちゃう、うん、高い位置取ってもうクロスとか上げたりとか、うん、うん、っていうのが特徴やと思うんで、ってなるとやっぱ左サイドってなると結構まあ窮屈なんじゃないかなっていうまあ見たことないんで、ね、まあ、分かんない部分もありますけど、もしかしたらしっくりくるかもしれないですけど、うん、今日まあ一番あの徳島でやってた特徴は出しにくいんかなっていうのは思いますけど、うん、そうっすよね。まあでもエスパルス戦かな、そのエスパルスと徳島試合やった時に、はい、あの 3-0 で負けた時覚えてます？はいはいはい、徳島が 3-0 で勝って、はい、うん、その時に最後ダメ押しのゴール、岸本選手のピンポイントクロスから柿田選手ヘッドみたいなあったんですよね、はいはいはい、いやそういうなんかこうエスパルスが対戦した相手と対戦した時に印象に残った選手、はい、なるほど、だから神谷選手もそうじゃないですか、レイソルと対戦した時に点取ったし結構活躍してたんで、はい、目に留まってみたいな、はい、うん、なんかそのなんでしょう、こっちのバルセロナの育成年代でよくあるパターンというか、へえー、はいはい、うん、そのしやっぱその全試合は見に行けないんで、はい、うん、その見た試合で良かった選手を、ね、こう獲得オファーするみたいな、はいエスパルスそんな感じなんかな、ちょっと分かんないけどいやだ その感じで言うと、まあ、うちの山見選手はちょっと心配ですよ、ね、確かにね、大活躍ですよあれは大活躍しましたよエスパルス山見選手欲しいなやめてくださいほんまに、山見選手ねもうすごい活躍しましたからエスパルス戦で、うん、まあ、ただ本当にそのクロスなんかもね良かったし、うん、あの点取れるんですよね、5点取ってるんですよ、え、今シーズンサイドバックで、うん、でなんかコーナーからも点取るし、もうなんかごちゃごちゃってなって最後岸本が魂で押し込むみたいな肉弾戦みたいなね、うん、とか、はい、やっぱサイドから上がっていって、ね、チャンスメイクもできるし、うん、うん、めっちゃいい選手ですよね、スタミナあってこう気持ちのこもったプレーしてっていう、はいはいはい、うん、結構いい選手取ったなっていう、いやそうですね、だほんまにちょっと片山選手と被る部分もありますよね、もともとはフォワードとか前目のポジションの選手で、うん、今サイドバックやってる選手が、うん、でセレッソにいてそっから、まあ、確かにね、はい、エスパルスっていうのはちょっと被る部分もありますよね、うん、いやどういう使い方するんだろうな、まあ左サイドバックは片山選手やな、山原選手で考えてるのかな今のところ、うん、まあ、けど左サイドバックでもだって噂出てる選手いるじゃないですかエスパルスは、うん、コルテスとか松原光選手とかね、はい、はい、うん、だからどうなんですかねこれはどうなんだろう、うん、全く読めないですけど、それで、ね、例えば松原選手とか入ったら
サイドバック豪華だよね。いや多すぎですよほんまに。めちゃめちゃ豪華よ。いやそうですね、もう J1 優勝争いするサイドバックって感じですもん、ね、そうっすよね、はい。まあ、ただめちゃめちゃいい選手なんで本当に楽しみというか、うん、うん、いや来てくれてめっちゃ嬉しいですし、はい、うん、まあ、徳島サポーターからしたらね悲しいけど本当に代表で見たい選手だと思うんで、おお代表、はいはいはい、うん、ぜひ頑張ってほしいですよね。岸本選手も原選手も代表レベルだと思うんで、うん、そうですね、はい、ちょっと期待していきましょう。はいはい、ということで本日は以上にしましょう。はいはい、エンディングです。はい、まあ、ちょっといろいろね動いてきましたね、エスパルスも。そうですね、まあ、この12月25日に撮ってますけど結構いろんなクラブで移籍の報道出ましたもんね、うん、はい、まあ、僕はね個人的にはあの大畑選手が浦和に行っちゃったんで、今シーズン一押しの選手というか僕の、はいはいはい、うん、もうね、あ、浦和ちゃんとしてくれよ、頼むから。もう大畑選手だけで1本取りたいぐらいですからね。確かにね、うん、浦和結構新加入の選手使ってるイメージあるんで、その小泉選手であったり、うん、あとはまあ平野選手とかもそうですけど、うん、ピンポイント必要なとこ補強して使うみたいなイメージはあるんで、うん、まあ、特に若手の選手は使ってるイメージあるんで、その辺はね、うん、安心して見ていたいですけどね、うん、ぜひ海外ね行ってほしいなと思いますよね。いやー、その才能はある選手ですよね。うん、まあ、あとエスパルスとかはそのなんでしょう、はい、インばっかり考えてますけど僕ら、はい、もしかしたら、ね、その主力のアウトあるのかもしれないですよね。ちょっとなんか岸本選手の介入でそれが怖くなってきたというか、例えば原選手もそうだし、鈴木義則選手とか一番抜かれたら困る、はい、いやまあそうですね、うん、とか鈴木唯人選手とかね、おお、はいはいはい、うん、その辺のちょっと絶対いてもらわなきゃ困る選手、はい、まあちょっといてくれないとっていうね、まあ噂は立ってないんで大丈夫だと 思いたいんですけど、はい、ね、それこそガンバとかの鈴木義則選手一番合うでしょ、肩のサッカーで。まあそうですね、もともとまあ恩師ですからね、うん、で恩師のもとでプレーするみたいな、はい、源太も移籍みたいになってるからちょっと怖いですけど、そうですね、まあ、鈴木唯人選手でいうとなんかマリノスとか、うんうん、なんか合いそうかなみたいなところ、確かにね、はい、はい、その辺はちょっとね心配ですけど、ぜひ残ってほしいなと、はい、まあ、思いつつ、まあ、まだねどうでしょう、まだ情報出るかなこの年末。まあそうです、まだまだ出るでしょう、うん、なんでもうすぐ撮ってすぐアップしていきますんで、もうこの年末は頑張りますよ、はい。はい、いやもう酒は我慢して、どんどん酒我慢して、はいはい、はい、それでは、ここまでのお相手は吉木社長とデミセクトでした。バイバイ。バイバイ。